はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、配信者を舐めんなよというクランからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、これ何かというとですね、ツイッターやってらっしゃる方は、ツイッター上で結構この関連のつぶやきがあったりしてご覧になってるかもしれませんが、関西クラクラクラブに所属してくださってるマサルさんという方がですね、これ、YouTuber とか、あとはミラティブとかいろんな、チャンネルで配信をしている方を集めて、それがこの配信者を舐めるなよチームの方にいるわけなんですけども、で、あと相手側もですね、関西クラクラクラブと、あと、ケースケ実況局さんにも所属しているので、そのケースケ実況局さんのメンバー、こちらを軸に、かなり豪華なゲストも来てもらってですね、このマッチングをしてくれたというところですね。すごいですよ。上から見ていくと、あやパパさん、あと、私は飛ばすとしても、綾瀬さん、真央さん、ケースケさん、ジョーカーさんとか、要するにその、日本の中でも、クリエイターコード持っているような、大物 YouTuber がですね、かなりほぼほぼ参加してるっていう、めちゃくちゃ豪華なね、夫人。相手チーム側もね、かなり、腕利きの方揃いで、負けましたよ。本当に。結構多分ね、こっちもガチだったと思うんだけど、普通に相手が上手かったですね。何せさ、26前回9星2ってかなりの、ね、これはアタック率で、全回率で、やばかったですね。で、ここまでがイントロダクションということで、今日ですね、お話ししたいのはドラゴンです。これを見ていきたいと思います。今回のアタックの中で、たくさんいろんな攻めがあったんですけども、結構ね、多かったのはネクロだったかもしれないですね、割と。ジュンクさんがよくお得意にしてらっしゃるネクロをドバッと出す系の攻め方が多かった気がするんですけども、でもですね、その動画の関連の動画結構僕、過去に上げてたりするので、最近も。今日はドラゴン行きたいと思います。で、そのドラゴンもドラゴンで、突撃艦スーパービザードを使わないドラゴン、これにちょっと注目していこうかなというふうに思ってます。でですね、まずは、喋るよりも見てくれという話ですよね。見してくれか。これまず見ていきましょう。ジョーカーさん。これジョーカー対決とか言って、ジョーカーさんがジョーカーさんに攻めてたんですけども、このうちの、攻めてるジョーカーさんは関西クラクラクラブのジョーカーさんですね。これ完全に虫のエースストライカーです。で、この方のドラゴンってあんまり僕見たことなかったんですけども、うまいんですね。まずここを簡単にプラン言うとね、天才で壊していきますね。ライトニングクエイクで壊していって、こちらに関してはロイちゃんを後で当てていきます。で、この面から、ドラゴンを出していって、で、そのドラゴンたちをまっすぐタウンホール側にこう進めていく。こんな風な感じでドラゴンのルートを作っていくって感じですね。こっちはキングとクイーンを使っていくというわけなんですけども、やっぱりですね、今ドラゴンをね、使える方っていうのが、かなり今安定して星2からの全開を取れるようになってきつつあるのかなって感じです。世界選手権なんか見ていても、ドラゴンを使ってるプレイヤーって本当に多いんですよね。ただこのドラゴンって、密集させないと、かなり脆いという、弱点というか、そういう特性かなもあって、扱いが難しいです。で、密集させるにはどうしたらいいかっていうと、今回で言えば、ここまで少なくともドラゴンたちを密集していくために、この外側はキングクイーンで削ってますよね。で、ここ側をライトニングで削っている。これが重要だと思うんですよね。なので本日見ていただきたいのは、ドラゴンの伸びっていうのがすごいよねという、ドラゴンの底力も見てほしいんですけども、それと同時に、どうやってそのドラゴンが、本体突入する前、ですよね。そこでカットをやっているのかっていう、そのカットの技術にもすごいちょっと注目してみてもらったらというふうに思います。で、今回のケースというと、これ天才を使っていましたよね。で、ドラゴンラッシュを使うときに主に使える、カット技術っていうのは、自分大きく分けて、4つあるかなと思っていまして、で、4つ目はちょっとまでもあれかな。行きましょうか。1つ目はライトニングとクエイクですね。天才、今回まさにこのジョーカーさんがやっている天才っていうのが一つですね。ライトニングですね。で、これが一つ、鉄板の方法ですね。これですよね。で、もう一つの方法っていうのは、ロイヤルチャンピオンですね。ここを壊していったロイヤルチャンピオン。ロイヤルチャンピオンにこれなんかちょっとクエイクとライトニング多くないって思った方がいるかもしれないですけども、そうなんですよ。これですね、ライトニングとクエイクを使って、宝石機にダメージを入れていって、で、ホーミングシールドでこの辺をガッツンと折っていくってやつなんですね。で、これってなんかホーミングシールドだったり、ロイちゃんのちょっと無駄遣いっぽく見えるかもしれないんですけども、あくまで主役はドラゴンって考えたときに、ここですよね。
この2つの丸描いた領域、上側は天才、こっち側をロイで潰すというような、潰し方をできてしまうのであれば、ドラゴンが伸び伸びとね、まっすぐ直進してくれる、まあ、バルーンもいるから、まあ、ドラバルかな。なので、非常に美味しくなるわけですね、その後の展開が。なので、この、ロイちゃんを使ったカットっていうのも非常におすすめ。で、今回、ジョカさんは使ってませんけども、突撃艦イエティとか、まあ、ちょっとこれからの環境、実はこれ撮ってるのが、スパーウィズの下方修正前なんですけど、突撃艦に、まあ、スパーウィズないしはイエティとかを入れて、カットするという手もあります。ただ、まあ、ちょっと注意しないといけないのは、どっちかというと、まあ、ライトニングドラゴンとバルーンの方がいいかな、やるとしたら。いわゆる茜式ってやつですね。なんでかっていうと、ドラゴンを使う場合って、この防衛軍を、一部釣らなくて済むことがメリットになるじゃないですか。例えば、ラバーハンドとかアイスゴーレムとか入ってた場合、対空ユニットに攻撃しない防衛軍が入ってれば、むしろそれを釣っちゃうようなカットの仕方ってあんまり美味しくないんですよね。なので、今回ですね、ここの範囲内に、入っていかざるを得ないんであれば、そこにはなるべく空系のユニットだったり、ライトニングとか、援軍釣らない系の、手段を使って攻めていくというのがお得ですね。最後は、まあ、キング、クイーンのカットを4つ目で言おうと思ったんですけども、まあ、それはなるべくだったら、今回で外周を歩かしていった方がお得ですね。そうすることによって、この、囲ったこの部分、をドラゴンが無視できるので、しっかりと火力の高い中心部タウンホール側に向かっていけるということですね。ちなみにこの防衛軍を釣らないというのは、多分ジョーカーさんも意識していて、だからこそ、防衛軍が、出てき、先に釣っちゃいたくないから、この部分のカットというのはドラゴンを出して、この、クラン城をドラゴンたちが壊してくれたタイミングでロイちゃんを出していこうというふうに考えたんじゃないかなと思います。ちょっと、タイミング的にどうだったかな、わかんないですけども、普通だったら先にやっちゃうんですけどね、援軍取りたくないという思いがあったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、あともう3本見ていきたいと思うんですけども、ですね、まあ、次ちょっと自分のアタック見てもらいたいと思います。これは失敗ですね。完全にミス。ミスなんですけど、ドラゴンがいかにね、すごいかっていうのをちょっとね、これで多分感じてもらえると思うんですね。この 85% 何が起こったかっていうと、スパビズが全部死んじゃったんですよ。もうね、心が折れましたよね。開始15秒で心が折れた。これ本当にさ、先にちゃんと突撃艦とかを出してからフリーズすればよかったのに、これですよ。粘ったんだけどね、このタイミング一瞬ちょっともうちょっと奥までと思ったけど、押し戻されて、はい、これ、巨爆と爆弾でスパビズが全滅して、このもう、虚しいインビジオ。で、一回ここでフリーズしますよね。ああ、やっちまったなぁと思って。で、まあ、そこから、簡単に言うとですね、ここを、インビジプラス、ロイちゃんで壊していって、で、キングクイーンはこっちかな。で、ドラゴンをここからこう入れていくわけなんですけども、このドラゴンたちでね、残り 85% までいったわけですよね。で、結構見てもらうと分かるんですけど、削れてんなっていう感じがすると思います。意外と伸びたなと。だから、このインビジミスなければいったよね、みたいな感じの、感覚が見てもらえると思うんですけども、まあ、どういうことこのロイちゃん、お前なんでこっちのさ、投石にもう一発食わせなかったんだって話ですよね。まあ、そこに関しては、非常に、私、おかんむりでございます。ロイヤルチャンピオンさんに。まあ、元はというより僕のインビジが悪いんだけどさ。で、今回みたいなケースで言うと、クロスボウが全部これ陸になってるんですよね。で、こういう村に対しては、非常にやっぱりドラバルが効果的です。なので、ドラゴンウォークっていうテクニックも使って、これですね、区画を壊した後に、ドラゴンを、ね、1体こう出して、ゆっくりゆっくりこの辺をカットするんですね。ゆっくりゆっくり。もう30秒間ぐらいは時間使っていいと思います。じっくりカットして、ここ、もう行かないようにカットを入れていくんですね。そこからドラゴンを本体展開するというね、このドラゴンウォークのテクニックすごい重要です。ちょっとこれはまあ、小技として覚えておいてもらうといいと思うんですけども。で、そこからは、あとはもうドラゴンたちの突破力ですね。エアスイーパーに吹き戻されちゃって結構、ドラバルが、隅に寄せられちゃいましたけども、投石が嫌だったんで、一体ここでヒールを打って、バルーンとドラゴンたちを保護していきながら、キングクイーンでカットしていくというところですね。で、今のこの自分のキングクイーンのタイミングも、このクランジョンが壊れたタイミングで出しました。これをミスっちゃうと、せっかくね、中に入ってる、これラバーハンド入ってるの分かってたんで、初見だったから。
まあ、吸いたくないよねと思って、キングクイーンはちょっと遅れて出しました。そういうところ大事だと思いますね。で、この後は、キングクイーンと、ドラゴンたちがこう合流していて、もうちょっとだったんですけどね。これ本当だからさ、スパリーズ頑張ってくれればな、みたいなところはありましたけど、まあまあ、それが、所詮はコビーの実力というところでね、精進したいと思いますけども、こんな感じなんですよ。だいぶ伸びませんこれ。思ったよりも伸びたと思うんですよね。あ、意外といけんじゃんこれ、みたいな風に思った方も結構、僕いるんじゃないかと思うんですけど、このアタック見て。こういうやっぱり束にして、しっかりとですね、お互いがお互いをサポートし合えるぐらいの距離感で攻めていくと、だいぶアップ伸びるのがドラゴンですね。で、エアスイーパーに吹かれちゃうのが非常に嫌。あと、クロスボウが、対地がやっぱ多めがいいですね。もう3個とか対地だったら、僕結構ドラゴンを選択するケース多い。今回も4つだったんで、これもドラゴンだろうと思って使ったんですけど、こんな風な感じで、ほんと個の突破力が半端ないんですよね、ドラゴンって。なので、こいつらをうまく使えるようになりましょうというのが、やっぱり今回の僕のテーマです。というところを踏まえながらもう2本ですね、見ていきたいというふうに思うんですけども、ですね、次見るのはこれ、ジュンクさんに対するヴィンディさんのアタックですね。ちなみにヴィンディさん僕の村も全開しましたけども、そこに関してはドラゴンじゃなかったんで今回取り上げないことにしました。ごめんね、ヴィンディさん。どうでもいいけど、ビンディさん、ティーコンさんのメンバーで私の配信をやらせてもらってるクランさんに今いるんですけども、なんかね、最近ね、一緒にこう、イベント戦とかで僕を見るとね、真っ先に僕を潰しに来るんですね。しかもミスらずに潰してくるから本当にいやらしいんですけど、ちょっと手加減してくれよみたいなね、ところを、まあこの場を借りて言っておこうと思います。まあ本当にね、本当に思ってないよ。ありがとうございますですよ、本当ね。僕にいつもこうね、向かってきてくれて、まあ、全然腕はさ、及ばないけどさ、ライバル意識を持って頑張っていこうと思います。で、今回に関しては、これ、フランジョに、ロイちゃんが入らない距離感を保ちながら、ここですよね。こういう風にロイちゃん歩かしてきましたね。で、ホーミングシールドを使って、ここにあったインフェルノタワーを降りながら、ドラゴンたちのルートをこう作っているわけですね。これうまいですよね。で、こっち見てほしいんですけども、ベビードラとガーゴールでしっかりカットして、で、行くと。で、なんでここでキングとクイーンを早々使った方がいいんじゃないのって思う方もいるかもしれないんですけども、これをやらない理由っていうのは、一つは、ここからこういう風にキングクイーンが入っちゃって、援軍釣っちゃったら元も子もないんですね。なんでそれを避けるためが一個。っていうのがあるのと、キングとクイーンはしっかりこっちまでカットしてほしいんですよ、こういう風に。なので、ドラバルを使う場合、注意してほしいのは、キングクイーンを本当に、ね、ドラゴンをここから出すんだったら、キングクイーンはここから出しちゃ基本ダメだと思った方がいいと思います。ここのカットはむしろドラゴンでやった方がいいですね。ちょっと、先のところからキングクイーンを出すぐらいに考えて、そのキングクイーンが最後の最後まで生き残るように、やっていくと非常にいいですね。中央に入ったドラゴンたちがキングクイーンのターゲットを外してくれるような役割をしてくれるので、で、そういうのをそのタゲ取り効果に期待しながら、キングクイーン外周でガンガン歩かせるっていうのが、もうめちゃくちゃこのドラバルスルーで大事です。で、これは言うのは簡単、やるのは難しいんですけども、実際僕もそのできないから。上手い人が言ってたんです、上手い人がね。上手い人が言ってました。で、それを本当に意識するの超大事ですね。で、今回のケースで言うと、ですね、こういう風に、くの字型に、どうだったかな、出してなかったかもしれない、なんだけども、ドラゴンを、僕のさっきの攻めがそうなんですけども、ここと、ここ、こういう出し方をすると、全部ドラゴンが今矢印書いたここに集まるんですね、ここに最終的に。で、そのまま、カットができなければ、こう散っていくわけなんですけども、こっちがカットできてるから、こっちには散らず、こう流れていったというような話になるわけなんですね。なので、主力のドラゴンをどっちから出すかってのは決めた方がいいんですよ。多分こっちが、これどうしてもメインですよね。こっちが、まあサブだとすると、サブのドラゴンをまあかける、まあ2から3ぐらいかなにして、で、主力のドラゴンとここで合流させるようなイメージで出していくと結構ね、いい感じにまとまっていくんじゃないかなと思います。っていうところですね。まあ、今回のビンディさんのアタックっていうのは、心を、ロイちゃんで削って、そのままドラゴンたちのルートをこういう風にね、制御して、最終的にはヒーローたちで落とし切ったというところですね。このヒーローが生き残っているのがすごくうまいなというふうに思いました。こんな感じですね。ドラゴンをやっぱり出す前のカット、一番最初も言いましたけども、ライトニング使うか、ロイちゃん使うか、ないしは突撃艦の中にライトニングドラゴンバルーンとかを入れていくか、または、ヒーローを使うか、まあ、キングクイーンですね、を使うかになるんですけども、キングクイーンはなるべくなら外周を歩かせましょうということで、残った3つを使うのが、まあ、結構いいんじゃないかなというところで、今回の、ビンジさんのアタックっていうのは、ロイちゃんでいたというところですね。
ラスト行ってみたいと思います。総計さん、総計さん昔ねベルギーにいてくれて、あのね本当ねこのウイルスの某ウイルスさんがなければねマジで日本に帰る前にね12月末帰っちゃったんですけども、日本にあもう残念でしょうがないです。本当にもう一回会いたかったし、うん、日本にね僕が一時帰国するときにまた会いたいなと本当思いますよね。ただまあ勝負は勝負でね真剣に行きたいということで、さくらさんが潰してくれました。ボケスの村ですね。で今回も同じですね、ロイヤルチャンピオン出してますが、これ防衛軍絶対に釣らない石から出しているので、ロイヤルチャンピオンが防衛軍を釣らずに壊してくれて、残ったところはベビードラゴンがしっかりカットしますね。このベビードラゴンを使ったカットうまいですね。こういう風にすることによってドラゴンたちがこっちに逸れていかないように、防衛施設だけはちゃんとね、カットしちゃって、周りにあるこういうストレージとか弊社とかが残っちゃうとドラゴンとして流れちゃうんで、それがないようにしました。今回はさくらさんこちら側からドラゴン全部出していきましたね。キングとクイーンで浅い部分からカットを入れているという感じですね。こいつらは外周に走っていって、ドラゴン部隊は中に入ってこう行くという感じですね。でタウンホールが完全に逆側にあるので、ここに関しては突撃艦を中央部透析度やスイーパーと、あとアーチャークイーンとか、まあ、クロスボウとか、ダメージが集中するところで、クロークを使うついでに透析機ではないわ、突撃艦にも、トウモをかける。これすごく重要ですね。突撃艦にトウモをかける場合っていうのは、まあ、タウンホールを落とすのでそっちをメインにやっぱり考えたくなるんですけども、序盤にこの辺でかけちゃうと切れちゃうんですね。この辺で切れて落とされちゃうっていうケースがあるので、なるべくだったらこの辺でかけたい。でそうなった時にここですよね。ここに高火力の施設があって、ドラゴンが傷つくからトウムを使いたくなるような場面だとなおいいですね。ドラゴンたちがトウムに乗っかって突破する力と、突撃艦にトウムがかかってタウンホールまで届く力っていうのがちょうどうまいことをミックスするような、まあ、そういう使いどころがあった場合には、こういう突撃艦トウムの使い方が本当に効きますね。アイスゴーレムも今こちら側にやってましたけども、多分このね使い方本当に、ね、状況判断難しいんですけども、結果的には多分このウィッソーにアイスゴーレム当てればよかったかもしれないですね。ドラゴンがこっちのウィストにアプローチしたんで、コウモリがぐるっとこう全部回り切ったっていうのは、まあ、これは結果論であって、まあ、素晴らしいですね。そもそもこのプランニングの勝利というか、さくらさんの、まあ、このテンプレ村ではあると思うんですけども、この村に対する、アプローチの仕方が本当にうまかったと思います。あとはドラゴンとグランドボーデン、しっかり最後の施設まで焼き切って全開というところでしたね。いやー本当にやっぱドラゴンの突破力すごいですね。結構ドラゴンってミスっちゃうと、あれよあれよという間にどんどん数が起こっていってしまうんですけども、まあ、今回ちょっと言わなかったですが、ドラゴンとバルーンの数のその比率だったり、あと持っていく呪文の構成っていうところも、ぜひですね、注意しながら、まあ、もしよろしければもう一回、この動画見てもらったらいいかなというふうに思います。その辺注意していきながらですね、ぜひドラグバットっていうのはドラゴンバルーンコウモリですね。この組み合わせ、これを使いこなしてみてもらうと、スパビズが仮にですね、下方修正で使いにくくなっても、まあ、とても、強い武器になるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、ご参考にしていただけたらなというふうに思いますのと、このイベント本当ね楽しかったんですけどね、本当時差がで、皆さんとコミュニケーションが取れなかったのがね、本当配信者の皆様、マジでちょっと残念、限られた方しかね、話ができなかったんですけども、企画してくれたマサルさん、本当にね、お疲れ様だったと思います。本当この多分ね、準備に、12月の半ばぐらいからかな、奔走してらっしゃって、もうかなり大変だったと思うんですよ。もう本当にね、改めてお礼を申し上げたいというふうに思うのと、またね、こういうイベントがあったら自分も、ね、頑張っていきたいというふうに思いますので、楽しみにしながらですね、もしよろしければ お声掛けいただけたらなというふうにも思います。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。これもしですね参考になっているということであったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、これからも、こういうタウンホール13だけじゃなくて12、11の動画もですね、こう出していきたいというふうに思いますので、幅広く扱っていきますので、ぜひ、ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。では本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。また次の動画で皆様お会いいたしましょう。バイバイ。